眼科医の平松です。今日は強度近視の人の白内障手術した後の注意点についてお話しようと思います。こんな感じで強度近視、近視の方とかいろんな情報を上げているので、よろしければチャンネル登録していただければと。まあ他にも動画あるんで見ていただくのもいいですね。強度近視の方の白内障手術、まあ手術自体にもいろんな注意点というのはあります。手術が他の人よりもちょっと難易度が上がってきたりとか、度数の計算が普通より難しいとか、そういう問題もありますね。ちょっと度数のズレが起きやすいというのもありますね。それ以上に問題なのが網膜剥離になりやすい。これすごい問題です。普通の人っていうのは白内障手術後そんなに100人に1人も網膜剥離になることっていうのはないわけです。でも強度近視がある人の場合は 1.4% とか言われてます。つまり、まあ、100人手術すれば1人は網膜剥離になってくるわけですね。でその時注意なのは、手術終わってすぐ翌日に網膜剥離になるっていうケースもゼロではないですけれども、後になってくるケースがあるわけです。だから強度近視の方は白内障手術が終わったから、ああすっきり爽やかと簡単に考えないで、定期的に目のチェックっていうのは必要だっていうことはちょっと分かっておいた方がいいかなと思います。特にあなた自身が気をつけるっていう部分ではないけれども、強度近視でね、白内障手術受けると結構見やすくなるので、あもうよかったっつって眼科行くのやめちゃう人もやっぱ結構いるわけですね。なのでまあそういうふうにあんまり甘く考えず、網膜剥離になりやすいんだから目のチェックをしてもらわなきゃって言って、早めに見つかれば手術も大きくなく済んでしまうこともありますので、そういうふうに気をつけていただければなと思います。今日は強度近視の白内障手術、気をつけてほしい網膜剥離についてお話ししました。